めてくれ。もう。この街で喧嘩運ならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるとか特にな。時間サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもう。いいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝まで。ねね。なんだてめえ。いてんぜ。おい、ちょっと待てよこれ。おいてめえ、ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ土下座。おい、よしよ、よせ。ああ、え、そのどうも、すみませんでした。よ、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。まっ、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。はっ、取っとき。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。ええ、まあ
俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃこれで。なあ、うちに来ねえか、兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食っていい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな、俺はヤクザになったことねえからわからねえ。まあ気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。ちっ、金貸しが偉そうに。めんどくせ。くださいよ。
ですか。飲んでってくださいよ。後で返すっつってんだろうが。困ります、勘弁してください。こちゃこちゃうるせえんだよ。いいからさっさと出せ。誰か助けて。なんだよ、見てんじゃねえぞ俺。おい、ヤクザじゃねえのかそいつ。バカ、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。え？だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんでな。カムロ町を歩き慣れている連中なら、この辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ！ほら！相変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ねえ。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、あの、ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行
くぞ、錦。しっかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になっとくさ。へえ。ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちった変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんななんて、そんなもんさ、肩着のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全てだ。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。さあ行くか。辺りの店ちゃんと出入りしてるか。当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ、金は使いようで売買にもなる。でその手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうかそう思わねえとやってられねえだろう。なんだよ、今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。
さあ行くか。No.
行くぞ。ついてこいよ。お前ふざけんなよ。お、来たな。ちゃんとついてこいよ。相変わらず品のねえ町だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この官房長って町は。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか、錦山くん。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。あ？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日。後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけどな。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくない。どうせ極道やるならどんな手使っても持ち上がらなきゃ意味がねえ。違うか。なるほど、そうかもしんねえな。さあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。お前、この店にはよく来んのか。ん？これで二度目だけど。なんでだ。ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺
おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために、てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない、堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのこと風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜなあ。わかった、今日はとことん付き合うぜ。知らなかったぜ、おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ、そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ、その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろう。
なあ。よせよ。そんなわけねえだろ。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも言っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。さあ行くか。よろしく。前から思ってたけどよ、おめえいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな、流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりしてなんとかやり過ごしてる。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあな。そのうち俺ら二人八匹でコンサート行ってたりして。お互い想像したくねえ姿だ。だな。着いたぜ、ここだ。食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時ごろ、神室町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員、栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、キリュウ。ん？神室町で殺したと。よくある話だろうが。いや、お前昨夜の取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所は神室町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、もうやめてくれ。もう俺が取り立てたやつだ。お前本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ、組か。はあ、早速呼び出した。事務所に電話してくる。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。まずいことになったな。いや、
お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前おやっさんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやっさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり敵発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、三人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやっさんを札に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこに何とやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そうか、そうだな。分かった、俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまね。桐生だ。そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか？あ、はい、クゼの兄貴に言われまして。桐生さん、すぐ事務所までお越し願います。実は若頭補佐のお三方が桐生さんをお待ちで。そうか、わかった。
全部俺のせいです。すいません。ずいぶん待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。おう、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から堂島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由わかるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。なあクゼの兄貴、お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し、東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小競りの取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺は自動出すんじゃねえ。安心しろ、仇ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばことは収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おいゲリュー、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。え、まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って、なんでおやっさんの名前が出てくるんすか。聞かれたことだけに答えろ。
なんであの場所を選んだ。カジラの指示じゃねえのか。え？それにチャカはどこで手に入れた。それも頭から渡されたのか。チャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んでしらを切るつもりってか。見つかった死体は痛みつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。はい。間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たくわらあげしやがって。てめえみてえな下っ端はめて誰が得するってんだ。ああ、キリュウ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっつのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一つだろう。何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一粒を手に入れろとな。殻の一粒。針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で仇の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ、地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係が。あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美。おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、
その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです。さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。
now. なあ。そうだな。
ええ。
気に食わねえ。邪魔だ。俺が来んのは宣告承知ってわけか。堂島組の桐生一馬だ。どこクレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道上げねえか、チンピラ。信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた。あんたの目的は何だ。おい、近づくな。わかった、全部話す。だからちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ。その人は、あ、クゼの兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ、社長さん。キリュウ、お前何やってんだよ。あ、殺に実するように言ったはずだろ。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。
やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。うめえぞ、それ。いい機会だ。お前とは一度腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にすりゃ俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなりゃ大した出世だ。それも例の殺しの真犯人も渡してやる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのこともあんた何も分かっちゃいねえ。ガキが、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。
もしもし、桐生だな、錦は。ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ、天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今、柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんは、あの風間のおやすさんの片腕だ。なるほどな。それより、お前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ。だが、いろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、殻の一つぼって聞いたことあるか？クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。よう、キリュウ、早かったな。すいません、柏木さん。お手間かけさせるような真似しちまって。あの。どうもすみません。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったか大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです？殻の一つぼで桐生が死なせたって死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久瀬と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け、錦山。それより久瀬の話に出た殻の一つぼだ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。柏木さんは詳しくご存知なんすか？ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。
堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があんだよ。それが蔵の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億、たった一坪の土地が。なあ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です。いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上クゼが空の一坪手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやすさんが波紋。破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親父さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちは柏木さん、うん、とりあえず俺の濡れ衣も空の一つぼも後回しだ。今とにかく俺はおやすさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやすさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。一人でけじめつけるって何する気だ桐生。俺は今日限り堂島組を抜ける。
杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど、今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ他に手はねえんだ、このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか。おう桐生。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな、バカ野郎。許してください、柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。どうですか、今日は飲んで帰りませんか。兄弟、お前が組を抜けると言ったってクゼの野郎がそれを許すとは限らねえ。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。大丈夫だ、わかった。乗れよ。なんでだよおやつ。
俺らが自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって、俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってる。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。ほらよ、いつだったか親父さんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は？堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ、桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、え、本気っすか？ああ。すまなかったな錦、お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな桐生？組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな、兄弟。組を抜けてってことでいいんだな、キリュウ？はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやるよ。てめえ、
変更も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。ああ、円子は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、どれ、学生気分で敷居またげろと。極道の世界甘くねえぞこら。キー、今なら全部水に流してる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうか、じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるってもんよ。ほら、兄貴分に向かって何しやがる。兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらせてもらいます。任せる、好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺んとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。
覚悟はいいな。いつでもいいぜ。
だお前。なんだなんだ。派手な短歌切るだけあってなかなかやるな。おめえさんも風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃に
おめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が利かなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、道島を甘く見るなよ、キリュウ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。道島、組長。
怠慢張ってたんじゃねえのか、クズ。道島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫のいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、片桐に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。あわの、俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ、これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のエスさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のエスさんも全く関わりありません。ですがあの一つもで、俺が金を取り立てた男が死に、
組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですからどうか風間の親父のことだけは。さあ飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のエスさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人、そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう課題だ。それじゃけじめがつきません。けじめ、だからてめえは固いだろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから波紋を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ桐生、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ、この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は橘と申します。橘、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、
食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、キリュウさん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は片木の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ？料理本当に食べないんですか？右手は義手です。武作法ならばご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか？登場過剰。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場果樹でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんたは一体？あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。空の一粒に決まってるじゃないですか。また空の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが空の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの濡れ衣も晴らさなければ、神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、わかった。復
はすぐに持ってこさせます。では、私はこれで。